どうも、ハンサムクロージです。今日はセブンのドーナツコーナーに売ってた新商品を食べたいと思います。クリスマスっぽいものが2つ売ってたので買ってきました。まずこちら、ふんわりシフォン、シフォンケーキですね。そしてこちら、ボン、かわいいサンタドーナツホイップ入り。見てください、帽子をかぶってて、お顔がサンタクロース、赤い鼻ね。赤い鼻はトナカイだけだと思ったらサンタさんも赤い鼻でね、白いヒゲがあって目が2つついております。ハロウィンの時にジャックランタンだっけ、かぼちゃだっけ、猫とかぼちゃのドーナツ黒猫とね、あとかぼちゃをのドーナツが発売されてたんですけど、でもあれ袋に絵が描いてるだけでドーナツ自体には何もデコレーションがないっていう、ちょっと開けたらがっかりドーナツだったんですけど、今回はちゃんとねドーナツ自体にデコレーションがあるから、これは注目です。ということで食べていきましょう。まだおしくら毎日してますね、この子たちふんわりシフォンから食べていきたいと思います。はぁ、めっちゃいい匂い最近ハマってるんですよ、袋開けた瞬間にここに押し当てて匂いを嗅ぐって。バターの香りですかね。中身はこんな感じ。よくあのカフェとか行くとこれにホイップクリームトッピングして出てきたりしますよね。あと紅茶のシフォンとか、昔作ったな、シフォンケーキ、結構懐かしい。もう作り方覚えてないけどふわふわです、このふわ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 。いただきます。うん、ふわふわ、うん、ふわふわ、おいしい、うん、うまい、うん、うまい、うまい、ごちそうさまでした。これはね、むずい、7ハンサムです。7ハンサムは美味しいですからね、高評価ですから。7ハンサム美味しい。118円なんですけど、カフェで出てくるようなシフォンケーキと全然変わんない、ふわふわな食感と、あとバターの香りですかね。一応ショートに今って書いてますけど、優しい香りのシフォンケーキでした。甘すぎず、食感も匂いも味も優しい感じ、安いのにすごい美味しい、ふわふわほっこり甘いシフォンケーキ、美味しかった。これこそちょっとトーストしたり、あー、トーストしたり、ホイップクリームのっけたり、なんならこう卵液にねつけてフレンチトーストとかにしたらもうすごい美味しいと思います。じゃあ次、サンタドーナツだよ。ほうほうほう、これは揚げパンみたいな匂いしますね。いい匂い。サンタさん、帽子の中どうなってるんでしょうね。わー、スキンヘッドやったちょっと怖ないちょっと怖ない、サンタさんスキンヘッドだったら。でもちょっとアンパンマンチックですね。しかもなんだろう、こうやったらほらこう逆さにしても顔に見える的な、なんかドラゴンボールに出てきそうですよね、チャオズの仲間みたいな。ここは多分ホワイトチョコレートで、中にはホイップが入ってるということで、すいません、サンタさんは頭から裂いてみたいと思います。ちょっと残酷なんですけど、ごめんなさい、言います。あー、すいません、サンタさんの中にホイップがいっぱい詰まってます。あー、美味しそうですね。おっしゃ、まだ食べてみるぞ。ごめんなさい、最近ドラゴンボールのモノマネの人の、あ、この話も長いよ。じゃあ、いただきます。ん、あんまり甘くないこのクリーム。あ、美味しい、美味しい、美味しい。サンタさんの鼻のピンク色のチョコレートはイチゴの味がします、甘酸っぱい。ごちそうさまでした。これは、うん、これも7ハンサムです。匂いがすごい揚げパンっぽいから、こってりしてるか重いのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、全然脂っこくない、クリームもあんまり甘くなくて食べやすかったです。何個でもいけちゃう感じでしたね。鼻がね、あのいちごのチョコレートなんで、ちょっとその甘酸っぱさもあって、最後まで全然飽きずに、ホイップクリームいっぱいなのに飽きずに食べれるっていう。なんか最近セブンのドーナツこういう軽い感じなんですよね。最初の頃よりだいぶ軽くて食べやすいドーナツになってきてる。成長がすごい嬉しい、嬉しいね。最初すごいまずいなんて言われてましたから、セブンのドーナツ美味しいですはいはい、そんなこんなで2個食べてみました。どっちかっていうと僕はでもシンプルなシフォンケーキ僕好きでしたね、どっちかっていうと。というわけで、気になる方はぜひセブンイレブンで買ってみてください。この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。